タグラム、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、アメフト部のスタッフが、原付に乗ってみるという企画で、やっています。原付。はい。どういうとこ好きなんですか？これ、自分で。はい、昔よく乗ってた。あ、じゃあベテラン。ベテランじゃないですか。はい、原付は乗ったことないです。乗ったことない、はい、あ、じゃあ操作はじゃあちょっと教えるんで、原付があったらどういうとこ行ってみたいですか？カメラに向かって大きな声でお願いします。原付、福井だったら結構面白いよね、原付。川よくわからない川です。原付で行ってみたいところ、オバマとか。あ、オバマ、それ無理だろ、行けねえだろ、この坂道やべえだろ、めちゃくちゃなこと言ってる。ただね、まあ、福井県は冬はさ、原付乗れないで、雪の中、はい、まあ、季節限定で3ヶ月ぐらい乗れないのかな。でもあると便利、うん、だって自転車つらいじゃん、うん、痩せちゃうよね、自転車痩せちゃうから。僕はどっちかっていうと普段の行動で、じゃあちょっと元気行こうかとか、うん、コンビニ行こうかって言った時、車めんどくさい時あるじゃん、うん、でもチャリだったら暑いな、これ涼しい、うん、なんでね、今日はね、そのね、バイクやってみようと思います。こちらズーマーです。こちらズーマー、私のじゃないです、私の息子のズーマー。これね、意外と今じゃレアです。ちょっと雲の巣張ってるのが気になりますが、これすごい人気なんだよ、結構手に入らなかったりする、うん、もう今製造中止になってるんですよ。じゃあ意気込み一言。はい、もうぶっ飛ばします。ぶっ飛ばします。怖いっすね、意気込み。怖いけど頑張ります。頑張ります。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあ始めていくんですけど、まずこう、じゃあ僕がここもやりますね。はい、あの車の免許持ってるよね。はい、左側通行なんでウインカーはこれで、でエンジンかけるときはこちらに回してブレーキ踏みながらスタートしようと思います。はい、よし。はい、じゃあ、安全運転で。はい、頑張ります。頑張ってください。え、怖い。練習してなんかいろいろ喋って、初めての原付き喋ってください。え、これ左側通行。左側でか。左側？車と一緒。車来てる。車来てる。あ、ストップストップ。車来てる。ほんま。車来てる。いやいや、怖い。ウインカー、これミラーちゃんと見てね、車来てる。はい。じゃあゆっくりでお願いします。行ってきます。行ってらっしゃい。ね、怖い。バイバイ。って言ったんですけど、私自転車乗れないのでカーブが苦手なので、原付でもカーブが怖いですね。
どうやって行くの？戻らないよ。どうだった？今この学校内を運転してみてやっぱり体重かけるのが難しいです。カーブでね、はい、ああでカーブが一番難しかったです。でもなんか気持ちよくない？風を感じない、まあまあ、ちょっと癖になる、はい、欲しいもん。いやさ、似合ってたよね。似合ってます。後ろ姿とかめっちゃ似合ってた。ヤンキーっぽくて。ヤンキーっぽくてこのバイクめっちゃ似合ってる、うん、すごい。はい、じゃあちょっとね、次選手変わってみましょうか、はい、こちらベテランの方ですよね。原付歴どれぐらいですか？3ヶ月ぐらい。じゃあダメだ、それベテランだよね。ベテランですね。ベテラン。じゃあちょっと変わってもらいます。はい、じゃあちょっと、じゃあ下ろしますね。はい、はい、お願いします。じゃあエンジンかけた状態で渡しますから。はい、ブレーキをかけてスタートで、じゃあ行ってもらいます。ただなんか面白いことを喋ってもらうと、まあ、スピードの際にゆっくり行けば、これどう？これブレーキな。はい、ブレーキで、でアクセルこっち側です。ゆっくりやるかもしれない。おー、待って、いける。あ、OK。 わー、楽しい。そうか。オッケー。今。オッケー。待って、よくわからなくなっちゃった。こっちか。よし。はい。オッケー。うわー、楽しい。OK。 ここで止まって、よし、 OK です。
しい楽しい楽しい気持ちいい、はい、気持ちいいでしょ、楽しいです、キュンキュンよし。どうでした校内一周、はい、やっぱ久しぶりだったんですけど、うん、楽しかったです。この風浴びると気持ちいいでしょ、はい、でも今日さ暑いけど走ってると涼しい、はい、涼しいです。あ、また今後ねバイクね、はい、原付き原付き流行らせよ、これワイルダーズ、はい、あ、流行らせたいですね、うん、みんなさスタッフはさ、はい、みんなさ原付きで来ちゃう、超みんな並んでるんでダーッつってヤンキーヤンキーそれは面白い、はい、やりましょう、はい、はい、お疲れ様です。ちょっとね今ねまた原付きこのズーマーちょっと壊れて直したんだよね、はい、直して俺昨日帰ってきて今日原付きで来たんだけど、やっぱ面白いよね、なんかさいろんな人に伝えたいじゃん、この福井で原付き、確かに他もねあのスタッフ結構いっぱいいるので、はい、うん、なんか原付きチャレンジっていうのやってみたいんで、はい、ぜひね協力のほど、ここ君たちも先輩だからアドバイザーということで、アドバイザーぜひ原付きこうやってなんだよっていうのを教えてあげてください、はい、わかりました、はい、今日どうもありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。